おはようございます、ペイです。今回私たちは初めての群馬県にキャンピングカー車中泊旅へ来ています。日程は4泊5日。前回の配信では3日目の夕方に大岡爛漫の道の駅妙義に到着したところまでお伝えしました。本日は私たちのキャンピングカー車中泊旅で初群馬県、その3日目の夜、道の駅妙義からお届けします。よろしくお願いします。朝倉めっちゃ綺麗。わあ、わ景色も綺麗。わあ。どんな感じの人らがよく言ってはる。椎茸めっちゃ美味しいね。椎茸キノコ類か、すごいな。あ、そのザルまたなこのザルに入れたらこのキノコ類めっちゃ美味しそうに ねえ、これふるさと館で買ったのと、うん、ヤンバダム、ヤンバダム、うん、ヤンバふるさと館、ああ、そうやったか。で買った、うん、あ、そうやな、うん、キノコと、うん、そうでしたね、うん、でこれはあのさっきの阿賀妻駅の、うん、道の駅で買った、うんうんうん、椎茸です。美味しそう。これなんか食べたかったなんかあの爆音の人たちもいなくなったねもうね、静かになった、うん、手で入れるわわー美味しそう。わーやばいうまそうねえ、平たけ、うわうわうわ、マジ椎茸、あ、コウギちゃんやん。うそ、ほんま、あ、まあ、お、かわいい。やっぱコウギちゃんもかわいいな、なんか、なんか、なんかいろいろ思うわ見ただけで、お、鈴やって思う。鈴ちゃん見てるみたい、ほんと一緒にね、今からご飯やでって。お刺身の小皿なんか欲しい。あ、それ醤油刺し、ああ、買ってきてくれた。いや、前からあれ、これやったっけ、うん、頭ボケとんや今日頭打ったからね先にお刺身から。今回はね、スーパーのお刺身ですけどね十分なんか、この旅初めてのお刺身そうよね、山の旅やからな、うん、ヒーターもいらないし。そうね、そう、今ね、外気温はね 10.6 度あるんですよね。あったかいよね。 10.6 度ってもうだいぶ知らんなそう、ね、外気温で 10.6 度って、すごい、うん、時刻はね、7時24分ですね。まあこの後寒くはなると思うんですけど、そこまではもうそんな氷点下みたいなことはないと思うんですけどね、まあ、お刺身からね。じゃあ、今の道の駅は道の駅妙な山妙義山、あ、違う、妙義や、妙義山、道、え、道の駅妙義やろ、妙義、妙義どっちやねん、妙義やろ、うん、なんて言った、妙義山って言ったか、あ、そう、山のこと、あの、ね、言ってたから、うん、そう、今私たちがいる道の駅は道の駅妙義ですね。でここに来る前にスーパーによってね買い出しをして、でそこのスーパーでお刺身買いました、はい、でまああのナギもねちょっと食べたりするんですけど、ナギはもう今お休み中です。
だいぶ疲れましたね。じゃあいただきます。お刺身からいただきます。まだお鍋はね、まだちょっと時間がかかるんで。お母ちゃんこれですね。母ちゃんはホタテ好きですからね。はい、うん、うん、どっちが美味しい。美味しい。さ、結局美味しいね。いや、そうやけど、うん、なんかホタテの磯の味が、香りがして美味しい、うん。どこのホタテ？ここのホタテちゃうやろ。ここ群馬県やから、ね、群馬県見ないで。ちょっといただいていいですか。こっちの方が近いからかな、青森とかより。青森とかより、いや、青森からうん、こう、あの、神戸までね、うん、そうちゃん。でも本当に青森、北海道さん、このホタテ、青森さん、わかんない。何やつこれ、何か、ヤリイカ、知らん。これ何、マグロ。これは韓国産です。うん、おいしい。おいしい、うん。ナギ食べてんのに消えへんで、うん、珍しいね。もうあかんねんな、お前寝てるもんだって。タオル加えたまま寝てる、うん、うん。あ、そろそろいいですかね、うん、母ちゃん開けてみましょう。あ、美味しそう。あ、ちょうどいい感じ。いい感じじゃない、ね、美味しそうだね。美味しそうだね、うん、うなんかいろんな土地であのなんかお出汁が違うね。いつも同じの使うけど、うん、うん、そうね。どう、味が変わるよね。まろやか。どこ、うん、うん、美味しいんじゃない。平茸なんか薄だっけ、平薄って。あ、なんかそうなんとか言ったと思う。鳥みたいに、うん、でっかい。これ椎茸ね。あ、ちょっとちっちゃなったね、うん。で、この辺にももう一種類、平茸と舞茸だね。舞茸やな、うん、はい、で、椎茸、はい、どうぞ。じゃあ、いただきまーす。めっちゃ美味しそう。ちょっと猫舌やから。どうですか、うん、ゴリゴリ言ってるね、うん、なあ、うん、美味しいわ。なんか食感がすごい、うんうん、本当に、うん、すごいいい感じ。舞茸 お高いもんね。そう、舞茸高かった、ね、うん、本当に高かった、うん、ちょっとだけですごい値段やったの、うん。うん、なんか全然生きてけえ、ね、珍しいね、うん、相当精神的に疲れたんだわ。精神的に疲れたよな、音が。父ちゃんと一緒やんな、うん、眠いです。もう二人とも思い込みで話するから、もう話も全然平行線やよ。噛み合ってへんな、うん、噛み合ってないな。まあ出会った時から噛み合ってない。笑えわ笑えるやろ。笑わない、やばいやろ。今に至る、うん、うん、今に至る、うん、もう20年ぐらい。じゃあ母ちゃん、はい、コーヒーどうぞ。いただきます。え、使ってなかったよ。使ったかと思って。じゃあいただきます。いただきます。今晩のコーヒーのお供は、はい、あの神奈川県からキャンピングカーに乗って来られてた方からいただいた
温泉卵と、これ黒豆なんていうの、なんか塩お豆さんかな、お塩がついてるのかな、ね、大きいお豆だ ね、いただいた、いただきます、ありがとうございます、本当にありがたくいただきます本当にありがとうございます、いただきます、本当にうちは気がつかなくてすみませんでした本当にいただきます、じゃあコロノまだと、はい、甘い甘い、あでもちょうどいいね、甘すぎない、美味しいね、美味しい、これ甘かったらよう食べるけどな、美味しいわね、そう、その全然甘、あのそんなに、うん、あの自然な甘さ、自然な甘さやな、うん、美味しい、美味しいねこれ、これは美味しいわ、美味しい、美味しいね本当に美味しい、コーヒーね、コーヒーにぴったりね、うん、なんか申し訳ないね本当に美味しい美味しいね美味しい、うん、大きい、美味しい、うんうん、本当に美味しいですありがとうございます本当に美味しい、これすぐなくなるな、もうね、うん、すぐなくなる、これはとりあえずなるね、なぎちゃんは食べられへん、なぎちゃん、なぎちゃんはリンゴな、なぎちゃん見てるね、うん、なぎちゃん母ちゃんの横行って、あっち母ちゃんの横行って、なぎちゃんこっちおいで、これ温泉卵は、これ温泉卵やから、これは当てじゃないよね、このまま食べれるんやんな、これはなんかね、あのなんていうかだしみたいなついてつけてくれてたけど、そうなんや、ようけ、ん、いただいて、本当に、ね、豆めっちゃうまいな、これ美味しい、止まらないね、これはね、うん、水分補給よかったね、お水飲んでるね、うん、いっぱい走ったしね、まあもうあの人混みが効いたわもう強烈しんどかったねと思うそやね、やっぱり凪が楽しそうじゃないと楽しくないな、そやそやね、なんかほんとそう思ったわ、凪が楽しそうじゃないと、うん、全然なんかもう落ち着かへんし、ね、長いしたやね凪ちゃんあいた、いや、売ってないけど引っ掛けてて、なぎハウス行って、ハウス、なぎまたハーハー言い出したの、また開けなかった、暑いんやな、歯ブラシを、顎、待て、はい、おしまい、か、ただいまの時刻は10時44分です、もうお布団に入ってるんですけど、こうやってね、お布団入ってるんですけどね、なんとバンコクからよいしょ、夜桜が見えます、よいしょ、いいですね、それでは寝たいと思います、おやすみなさい、
はようございます。雨が降ってます。ただいまの時刻は7時49分ですね。朝はね6時ぐらいに起きて、あのもなぎの散歩も行って、でその時にね展望台まで行ってきました。妙義山がねすごくなんか不思議な山でしたけどね。その映像がこんな感じ。おはようございます。今は妙義山が見えるパノラマ展望台に来ています。今の時刻は7時ですね。雨がねちょっと降ってるんですけど、あの景色はねすごくね なんていうかな最高に綺麗っていうか、ちょっとねすごい山がねいびつなんですよね。だからすごい絶景って、まあ、絶景は絶景なんですけど、それよりもねなんか不思議な感じがしますね。なんかちょっとあんまりね見たことがない景色ですね。なんか水墨画のような感じですかね。じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、なんかね不思議なねあの山でしたね。すごくね晴れてればねめっちゃ綺麗だったと思うんですけどね、あいにくのね雨で雪か雨がつきまとうっていうね本当に雨ですね。今もね結構雨が降ってますけどね。この道の駅妙義は桜がすごく綺麗ですね。あの白ではなくてピンク色の桜だと思うんですけど、すごく綺麗ですね。うん、今はね物産館が9時から開くので、9時まで待って物産館で多分ネットで調べたらキノコがねすっごくたくさん売ってるようなことを書いてたんですね。なのですごく楽しみにしてます。キノコ好きなんでなので今は物産館が開くのを待ってます。もうちょっと、まあ、二度寝はねさすがにもうしないでおこうかなと思うんですけど、めっちゃ寝てしまいそうなんで、はい、あのまあゴロゴロしながら物産館開くのを待ちたいと思います。本日もよろしくお願いします。ここで着替えよう思った肩関節やらないと着替えられへん。ここやなトレーニングみたいになってる。もうだいぶだいぶ裏に外さなあかんもん肩なちょっと笑けたり。じゃあ今回これ服いらんかったな。うん、いらなかったな。暖かかったな。今9時になりました。物産館が開いたので、物産館でキノコが有名だと思うのでキノコを見に行きたいなと思います。で今日は
富岡製糸所に行こうと思ってたんですけども、世界遺産のですね、雨 で少し街中を歩くんじゃないかなっていう予想してるんですね。そしたら凪を連れていくのはちょっと大変だなと思って、なので、この道の駅妙義からこの後は諏訪湖の方に向かって進んでいこうかなと思ってます。で、諏訪湖はね、実は凪のふるさとなんですね。凪は諏訪湖周辺にあるブリーダーさんのところの出身なので、諏訪湖、凪にとっては諏訪湖は里帰りのような感じですね。私たちもまあちょっと思い入れがあるところですね。すごく緊張して凪を迎えたのを思い出します。はい、なのでそちらの方に向かって走っていきながら途中で寄り道して、まあまあゆっくり帰っていこうかなと思ってます。はい、じゃあ道の駅の物産館物色してきます。変なおじさんなってるよ変なおじさんよすごい、何それ自撮り自撮りしてんの逆やろ方向が、え、こっちは後ろじゃないの、なんでそっちが後ろ逆向いたらいいよ、え、違うよ違うよ、あ、こうか、そうそうそうやろ、そりゃどっちを撮りたいの間違えたね母ちゃん、はい、桜めっちゃ綺麗、すっごいですね、めっめっちゃ綺麗、すごい、本当に綺麗だな、あーすごい ね野鳥のメジロとかヒヨドリかな、大きいね、ちょっとここがこうピュッとなってるやつ、ヒヨドリだったんじゃないかな、ちょっとわからないですけどね、たくさんいますね、あんまりこんな数見たことないな、で近く行っても逃げないんで、ずっと近くでね綺麗な姿が見れて本当すごいなと思って、すごい、めっちゃ綺麗、ピンクやね、ピンクですね、河津桜って書いてあった、書いてたね、すごい綺麗、すごい綺麗、じゃあこの桜の道を母ちゃんが今から走りますからね、いや走りませんからじゃあどうぞ、え、無理無理無理、マジで、走るの、はい、なぜか本気で走るハハ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 
早く走ってくれるのかなと思ったら本気でしたね。あちゃん、なんか建物はそうか、この屋根って妙義山か、あなんかこうこういうのね、うん、なんか妙義山、あ今妙義山はね雲で隠れちゃってますね。でも妙義山が多分こんな山なんで、それをイメージしてるんじゃないかなって思って、っていうのはやたらと屋根がねボコボコしてるんですよね。トイレもね、あそうだね、うん、ボコボコしてる、うん、トイレもあんな感じなんでね、やっぱそうなのかもしれないですね。キウイだ、キウイある、うれしい、うまいな、あこれはいいね、3つぐらい買いたい、これはいいと思う、椎茸めっちゃある、あやっぱり結構ありますね椎茸が、うん、嬉しいな。
すごい嬉しいんだけど、野菜がいっぱいあります。嬉しいです。母ちゃん、はい、たくさん買いましたね。またこの米で舞茸、ここにいっぱい入ってます。で舞茸おにぎりと焼きそばパンが、なんかめちゃめちゃ黒い黒い焼きそばパン気になっちゃってね。舞茸のおにぎりです。じゃあ昨日の鍋の残りと一緒に食べたいと思います。花見やな。すごいね。めっちゃ綺麗。これはええな。これはすごい。さゆちゃんこれ綺麗やな。これ桜やで。2回目やな。なぎ桜の。そっか。にゃんちゃん2回目。若いな。若いにゃん。にゃんちゃん。にゃんちゃん。ぐいぐいぐいおされて。いやいや、鼻つけんといてね。綺麗。すごいね。すごいね、なに。めっちゃいいな、これは。これは大きな窓の利点やな。すごいよね。はい、両方、両サイドにあるから、なんとか見れる方向で合わせられるね。鳥の声も聞けるしね。うん、鳥がよーき。ねえ、よーさいてるね。よーすけおるわ、うん、ほんまに。あ、また。近くまで来るもんね。うん、めっちゃ後頭部映ってるんだ。どっち行く？あの母ちゃんとこ行って。草だった。めっちゃこっちおいで。母ちゃんとこ行って。うん、あっち。お座りで。ちょっと待ってしといて。今はね、まだ道の駅妙義にいるんですけどね、朝の増水をしようと思って、もう桜がね、もう最高綺麗ですね。すごいですね。本当にあのこんなあの贅沢なお花見初めてです。本当に初めてです。ね、でこの増水には昨日ね、あのちょっと見えるかな。神奈川から来られてた方からいただいた温泉卵をこの増水に入れさせていただこうかなと思ってます。あのありがとうございます。助かりました。卵ちょうどなかったな。一個だけ買うのもんね。そうね。うん、美味しい。じゃあ、入れさせていただきまーす。よいしょ。美味しそう。舞茸の出汁がね、たっぷり効いた。舞茸と椎茸の出汁が効いた。キノコ雑炊。舞茸の模様。舞茸と。また出だしたね。舞茸とキノコの出汁がいっぱい出た。キノコ雑炊みたいな感じですね。めっちゃ美味しいです。じゃあ母ちゃん、はい、いただきましょう。いただきます。じゃあいただきます。美味しそう。美味しそう、うん、ちょっと塩効きすぎてんな。ちょっとあのお湯入れた方が良かったね。ちゃんコーヒー入りました。はい、ありがとうございます。
こっちが母ちゃんで、こっちが俺。はい、母ちゃんの方、はい、母ちゃんの方行っておいで。投げ、おいで。母ちゃんの。はい。はい、母ちゃんの横行って、ね、そこに置いて、はい、じゃあ母ちゃん、はい、コーヒーいただきましょう。いただきましょう。いただきます。うん、どっちだ、外れとんじゃん。なぎちゃんもう一回、どっちだ、感じ当たりや一応両方確認する道の駅妙義を出発して、で、温泉施設へとりあえず諏訪湖の方に向かって、温泉施設の方に向かっていきたいなと思ってます。で、諏訪湖に着くのが先か温泉に着くのが先かちょっとわかんないんですけど、まあ、そっちの方に向かっていきたいと思います。じゃあ出発します。